明媚な風光と歓楽で知られる紀州白浜は番頭さんのにぎやかな呼び込みで一日を迎えます。どうぞ、はい、どうぞ、はい、どうぞ、こちらにください。こちらから2つ目、皆さん番頭さん、はい、始めます。車に出すみたいな、こういう会社だ。レジャーブームのメッカと言われるだけあって、関西の奥座敷も今や世界の観光都市へ。帳場さんも近代風にフロントの名で親しまれ、江ノ島仕込みの番頭風情はもはや忍ぶ様子がもありません。土曜日ともなれば千客万来の応対に、フロントはまさに百花聡明。いよいよ団体200名様のご入来。月5000万、年間6億円を水揚げするだけあって、客種も当代一流の紳士淑女だが、年功を積んだ番頭さんには下足は人生の履歴書、口ほどに物を言うと言われます。やがて配膳部はラッシュアワーさながら1000人分の食膳を調達。機動力に物を言わせてお座敷へ。宴会の準備が終わると、お次は芸者さんの手配です。指名吉、指名蔵、秀駒、文代やな。それから一匹おもちゃ、いろんなおもちゃで、何全部で33名やれ。今日ちょっと早くだってんか。こうして華やかなお座敷をよそに、今宵も番頭さんは都政家業の愛観に生きていくのです。旅館も一夜の商品とあってみれば、枕は高く頭は低くというのがこの道の鉄則。全てを笑顔に包んで奉仕するフロント家業は、言うなれば旅行者のアシスタントとも言えましょう。